はい、ゆったりーぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっと話題になっているニュースについて取り扱ってみたいと思います。セブンイレブンが成人雑誌を扱うのをやめるという話で話題になっております。成人雑誌、まあコーナーがちょっとありますよね。端っこの方に袋かぶってるやつですね、あれがあるんですが、まああれをやめるって話になっております。まあ実際のところ買ってる人私ほぼ見ないんですよね。でかつあんな明るいお店でそこに行く勇気はあるのかって話で私も疑問を感じてるんですが、まあそれでもやはりもう時代の流れでしょうか、まあそれをなくすという動きを取られるようです。まあ個人的には別に買わないんで問題ないわけで、買ってる人もあんま見ないわけですからいいのかなと思います。雑誌に関しても今非常に売れてませんので、まあ、コンビニもこれからどんどん減っていくんではないかと思われます。まあ実際コンビニ行かれてる方は分かると思いますけど、入り口に大体雑誌が置いてあります。まああれによって人がいるんで、まあ防犯の意味合いもあるとかよく聞くんですが、まああの場所を別の商品置けば売り上げ上がれば問題ないわけですし、売れないものをコンビニも置く必要性がないわけですから、まあ、これからどんどん整理が進んでいくのではないかと考えられます。まああそこのに結局入り口で立ってる人たちが減れば、まあ、防犯の意味合いがなくなってくるというと同時に、まあこれからどういう形にコンビニが変わっていくのかなっていうのは注目すると非常に楽しめるんではないでしょうか。まあ実際コンビニでどうでしょう、本買ってる人どのくらいいらっしゃるんでしょうか。まあ時代の流れかもしれませんが、まあスマートフォンを活用すればまあ雑誌も読めますし、まあ漫画も読めるわけでございます。その点からもコンビニの本を扱うっていうのも非常に難しくなってくる可能性があり、ここから絡んでくるのがやはり雑誌関係を出している出版社で、あとそれに絡んでくるのがまあやはり紙などを印刷している印刷会社、あとそれに運送会社と、まあ運送に関してはほぼ自社のコンビニのやつのトラックを使っておりますので問題はないとは思われますが、やはり影響を受けてくるのが出版社、もしくはやはり印刷してる会社とかは影響を受けてくる可能性がございます。まあ店舗数が多いだけに影響が大きいと思われます。まあその分別の雑誌を置けば話は変わってくるでしょうが、やはりこれから粛々とちっちゃくなっていくんではないかと思われます。まあコンビニ通いながら中を見ると日本の状態を非常に楽しめるんではないでしょうか。まあコンビニは日本の縮図です。あれも売れるものを凝縮しております。まあ1万点商品ぐらい置いておりますので、まああそこに日本で求められているものがよく置いていると考えても、まあ、かな間違いはございませんし、まあ情報集約産業と言われるだけありまして、抜群にデータを取りでそれを元に販売してますんで、そこら辺はやっぱりいろいろと日本の縮図を見るのにはコンビニ使えるんではないかと思われます。まあ、これから雑誌も減っていくということを考えると、やはり難しい業界になってくるのかなとは感じてしまいます。皆様どのようにお考えでしょうか。本日はありがとうございました。それではまた。